タオフタピー世界タイトルに11回輝いております。さあこのスーパーライダー4の舞台見せてください。バイクトライアルの神様がスタートいたしました。単純なジャンプでも常に見せるというサービス精神も忘れないあたり、さすがはオットピーです。まるで教科書通り、お手本通りのこのライディング、徐々にそのオットピーの技が画面を通じて全国の皆様にもお楽しみいただけるかと思います。丸太飛び、神様の技はどうでしょうか。小刻みにバイクでバランスを取りながら、スペインの生んだバイクトライアルの神様オットピー、方向を変えてそのまま行った、通過です。オットピーの表情は変わりません。このバイクトライアルが生まれたスペインが生んだ神様オットピー、 U 字階段を上りました。次はギャップです。何か言葉を発しました。一気に超えた、ペダルを使って上り切りました。時に大胆に、時に繊細に、巧みに技を使い分け前半を通過したオットピー、だがそれも神様にとってはまだ足慣らしに過ぎなかった。吊り橋も通過、いよいよその神様の技が引き出される難しいエリアに差し掛かってまいりました。夢のライディングを見せるオットピーがスロープ一本橋、見事に渡ってやってきた。表情は変わりません。神様の表情は変わっておりません。四半世紀になろうとするそのバイクトライアル歴を十二分に感じさせる確実でそして美しいライディング。ドラム缶の警告、ウィリーから持ち上げた、一番高いドラム缶に到達いたしました。そしてこの後大変な落差のあるこの渓谷、一気に下ります。着地はうまくいくんでしょうか。持ち上げた、着地です、うまくいきました。非常にこの高さを飛んだ割には非常に、やはり神様に不可能はないのか。多くの挑戦者を退けてきたスーパーライダー4の難所、いとも簡単にクリアしたオットピー、もはやゴールは完全に見えた、完全無欠のスーパーライディング。表情はスタートした時から全く変わりません。さあバイクトライアルの神様がいよいよパイプ一本橋に到達いたしました。脱輪せずに5メートル渡りきらなくてはいけません。その幅はわずかに5センチです。若干の恐怖心と戦っているのか、表情がここで初めて変わったようです。スタート以来変わっていなかったその表情が変化したのは何を物語っているんでしょう。さあ24年に及ぶバイクトライアル歴を誇る神様オットピー、まだ動かない。気持ちは決まったか、集中できたか。さあ前輪をかけた、一本橋、神業が見られるんでしょうか。おお、下がりました。初めてためらいを見せたオットピー、幅わずか5センチのパイプの前で神の技と人の心がぶつかり合う。ここまでその技を見せてきたオットピー、前輪をかけた、再びかけた、一本橋に再び挑戦だ。世界チャンピオンに11回輝いた栄光のオットピー、自分自身にイラついているようです。心の葛藤を演じているオットピー。さあかけた、前輪を上げてそのまま脱輪しないでいった、神業だ、ついに見せた神業オットピー。迷いに迷った、神も人の子であったというそれを見せてくれたオットピー。そしてウィリー持ち上げました、あとはゴールに到達。バイクトライアルの神様スーパーライダー4、苦しみながら
神が神たるゆえんを見て